はい、カボス TV ユージです。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日も耕作放棄地やってまいりました。今日はですね、朝1時半ぐらいに大きな地震がありました。ライブ配信もさせていただいたんですけど、たくさんの方々にご心配いただきまして本当にありがとうございます。今もうお昼前なんですけど、ライブ配信の後に、地域のじいちゃんばあちゃんちょっと安否確認して、消防団でもありますので、消防の車庫だとか防火水槽の、亀裂とか異常がないかっていうのをちょっと全部は回れなかったんですけど、回れるところはちょっと回っていきました。たくさんの方々にご心配いただきまして本当にありがとうございます。まだちょっと被害が出てるっていう方がいらっしゃいましたら、何か協力できるところはあると思いますので、またご連絡のほどよろしくお願いいたします。ここの耕作放棄地も、どうかなっていう感じですけど、どこもですね、道中ずっと回って歩いたんですけど、大きな被害っていうのは本当今回幸いにもなかったですね。余震もまだ続きますので、十分注意して、やっていこうと思います。と皆様 たくさんご心配のメッセージありがとうございました。せっかく来たんで、異常もあまりなかったので、とりあえず、草刈りやっていこうと思います。はい、ということで今日も耕作放棄地の草刈りやっていきますので、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ少しの時間ですけどやっていきましょう。
去年電気柵を完全に取れてなかったな。電気柵がまだ残ってますね。これを取っていこうかな。いや、これは奥まで続いてますね。ちょっと途中で切ろう。はい、まだ外れてないやつがあるんで、またちょっと巻きつくやろな。まあでもある程度切っていきましょう。いや、これ電柵取らなダメやな。枯れんな。ちょっと取っていこうか。あれもうぐるぐる巻きやな。去年取ったつもりやけど、まだ残ってましたね。いや、この電気柵をやっぱちゃんと管理しないと苦しめられるね。草刈りの時な。まあ獣除けは電気柵がすごく効率よく効くんですけどね、まあ、放棄するともうちょっとこんな感じになってしまいますね。まだ多分残ってるんでまた引っかかるかな。草丈が長いんでなんかね、なかなかうまく取れないんですよね。先に取りたいけどな。よし、まあちょっとこれで切り進めていきましょう。
はい、今日はちょっと短い時間でしたけど、ちょっと今日はもうこれでおしまいにしましょう。まあ、電気柵がちょっと残ってたんで、あまり進まなかったんですけど、まあまあいいでしょう。どれぐらい切れたか見てみましょう。はい、今日は本当進みませんでしたけど、まあ、ちょっとの時間でしたのでね。まだここに電気柵が残ってますね。ここは厄介かもしれんな。それを外して草刈りになるでしょうね。結構残ってたな。外したつもりやったけど残ってましたね。まあ、向こうもあるので、こっち端っこまで行けなかったね。あとですね、こっち側、この辺はまだ全然この道路整備やってないので、ここの道路整備もちょっとやらないかんかなっていう感じですね。あの竹も結構倒れかかってきてるんで、あの辺の整備ですね、それもやっていきましょう。はい、ということで今日の草刈り作業はこれで終了します。ほんと少しの時間でした。やっぱ草刈りしてても地域のことがちょっと気になって戻ろうかなっていう感じですね。はい、まあオープニングでも言いましたけど、震度5の地震が起きまして、皆様よりたくさん のご心配のメッセージいただきまして、本当にありがとうございました。まあライブ配信もしましたけど、なんとか生きてますので本当にありがとうございます。ということで、短い時間でしたけど草刈り作業の動画お付き合いありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。